長野県長野市では、ゴルフ場のラウンドに、5G の超高速大容量通信を活用する実証試験を行いました。スイング時に撮影された高精細映像から、ボールの弾道を解析して、落下地点を予測します。また、ディスプレイを搭載した次世代のゴルフカートに、4K360 度カメラで撮影した映像を伝送して、移動中にプレイの様子を楽しむことができます。スイング時に撮影された高精細映像から、ボールの弾道を解析して落下地点を予測しました。また 4K360 度カメラで撮影した映像を伝送しました。大阪府東大阪市のスポーツスタジアムでは 5G の超高速大容量通信を活用した新しいスポーツ観戦の実証試験を行いました。選手が身につけたウェアラブルセンサによって選手のバイタルデータを取得し、活躍の様子を観客に伝えます。また、応援する観客の映像に加えて、観客が持つスティックバルーンに取り付けたセンサーで、観客の盛り上がりを数値化して、大型モニターに表示し、選手と観客の一体感を演出しました。今回の取り組みはアマチュアスポーツに取り組んでいる人たちにとって安心安全を提供するというのはもちろんなんですが、家にいながらにして一緒に子どもたちを応援する、またスタジアムに来て新しい応援の仕方を楽しむことができるという意味では地域活性にもつながるというふうに考えています。 5G の特徴である超高速大容量通信かつ多数同時接続によってスポーツ観戦においても今までにない新たな体験価値の提供が期待されます。